ちゃん、あっちゃんです、ね、今のね、鈴鹿サーキットの、メインスタンドの裏側ぐらい、サーキットが GP スクエアっていうかな、に似てます。で、1コーナーよりの、グランドスタンドのところで、GP スクエアのところにもういっぱいお店が出てるのね。もう、芝生みたいなところの横に座って休憩してます。で、本日2個目のおやつ、じゃがりこ、ネギ味噌焼き味、期間限定を食べたいと思います。私の匂いを効かせた味噌にネギを合わせて香ばしく焼き上げた味わいです。では、開けたいと思います。ピザの会場計画の会社が、それからコース上の今ね、これからピートが始まるけど、スケジュールがちょっと遅れてるから、こうやって食べたいと思います。ネギ味噌のすごくいい香り出してます。色がちょっとね、焦げた、ちょっとね、茶色を出してます。では食べたいと思います。ネギが効いてて、美味しいですよ。やっぱり美味しいね。人がいっぱい取って、僕は見られて恥ずかしいです。はい。そろそろ、始まるね、みんなが入ってくるんで、みんなが入ったぐらいに一緒に入ってきたと。並ぶとすごく見えないんで、だから、後ろが切れた頃に乱入したいと思います。こんな感じしてます。こんな感じで。ちょうど切れたら、この後ろが切れて一番後ろのところに行くと、同じ持ってます。ということで、今日のおやつ、じゃがりこのネギ味噌味。めちゃくちゃ美味しい。ネギが効いてて、ちょっとね、ネギの辛みがあって、味噌のコクがあって美味しいです。あ、糸を包みました。糸が進んできました。はい、ということで、この列が切れたところに一緒に糸を入りたいと思います。では、またね。バイバイ。